Dragon Ball Z Kakarot. Come on, man. セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスターサタンが住んでいたことから、町の名がそう改名されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ人に変身し、圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。そして強盗を退治したご飯は正体がバレないようにそそくさとその場を離れるのであった。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士、誰かしら一体。あれから7年、高校生のご飯は正義の味方。時間取られちゃったわ、急いで学校行こう。よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ、ビーデルのパパはなんとあのミスターサタンなの。え？ミスターサタン？ほら驚いた。そうだ、あなた今日遅刻してきたわね。銀行強盗騒ぎ見てない？金色の戦士が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなんだ。え、でもどうして銀行強盗なんか気にしてるんです？ああ、リーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、よ
っぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし、その子強いからよく警察に頼まれたりするのよ。そうなんですか。あなた金色の戦士と背格好にそっくりね。正体がバレないような工夫が必要だな。ブルマさんに相談してみようかな。相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。この後ベースボールの授業だろう。そいつが強盗を乗っしまうようなやつか、すぐにわかるさ。もっとも俺の球を打てやしないだろうな。ヘッドリーうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから。難しいな、世の中って。ふん、俺の剛速球で脅してやるから。やりすぎないようにしなきゃ。一発も打たせやしないぜ。俺の球を。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか。後で早速ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。
修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ、トランクス君、遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよ。ふん、この俺に一撃でも当てられたらな。まあ当分は無理だろうがな。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの？
ですよ。だから早く行かないと。やっぱり。え？やっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。なんでわかったのですか？こんな完璧な変装してるのに。声も、それと喋り方、私の名前も知ってたし。そんな。相談してみよう。天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがないと正体がバレちゃうし、ブルマさんのところ行ってみるか。いや、これはすごいぞ。力が湧いてくる。よし、そろそろだな。あれ？あの人は確かランチさんだ。なんであんなところに突っ立っているんだろう。どうしたんですか？あなたは。あ、
僕ですよ、ご飯です。え、ご飯さんなんですか？どうしてまたそんな格好を？いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ、正義の味方さんですか。ところで、ランチさんはここで何を？ああ、そうでした。今困っていることがあって、それでブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、ちょうど出かけているみたいで、戻ってくるのを待とうかどうしようかと考えていたところなんです。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。でもいいんですか？ええ、構いませんよ。僕もブルマさんに用があったんですけど、不在みたいですし。さあ、この正義の味方、グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。まあ、頼もしい。ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え？実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、その畑から化け物が出てきて、畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。僕はその化け物を倒せばいいんですね？はい、お願いします。村の場所はここです。わかりました、すぐに向かいます。ランチさんは危ないからここで待っててください。そうですね、私はここで。それじゃ行ってきます。天津飯さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。畑から出た化け物か。どんなやつだろう。そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。大したことなさそうだな。この辺りだな。
これで全部倒したな。ありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。ははは、当然のことをしたまでですよ。バケモンはどこだ。ランチさん、化け物なら僕が全部やっつけちゃいましたけど。何？遅かったか。俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによ。そんな危ないですよ。昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですから。へっくしゅ。ち、しょうがね。とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。僕は大丈夫ですけど、襲われた村には被害が出てると思います。ええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。あ、そういえばあの化け物を倒した時野菜を手に入れたんですが。そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。あ、アクション。あら、ここはどこかしら。ランチさん。まあ、美味しそうなお野菜ですわね。よろしかったら、そのお野菜で皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。それでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますね。ご飯さんも手伝ってもらえますか。ええ、もちろんです。あと、僕はご飯ではなくグレートサイヤマンです。あら、そうでしたわね。いやー、あんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。本当に美味しいです。そこまで喜んでいただけるなんて。天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理をみんなに食べてもらうお店、素敵かもしれませんね。はい、いいと思います。もう一人の私と相談してみようかしら。それはまた今度で。僕そろそろ行きますね。ええ、いろいろとありがとうございました、グレートサイヤマンさん。